みんな本当は人に助けてもらいたいと思ってるし人に認めてもらいたいと思ってるしそして自分も人に信用されたいと思ってるし人を信用したいと思ってるんです。 ペンネームたえこさん30代の女性から頂いただいお悩みです和尚様、こんにちはいつも和尚様の動画を拝見しております私は看護師をしているのですが社会人経験を経て28歳で看護学校に入り33歳で性看護師になりました看護師歴7年目になるのですがいまいち人様を信用することができません 19歳の時に大好きな父親を病気で亡くし、同じ年に父方の祖母も病気で亡くしました。その時にただでさえ細身で小柄な母がげっそりと痩せた姿を見た時、泣いてばかりはいられない。私がしっかりしなきゃいけない。そう思いましたし、母のやつれた姿はすごく不安でした。それから長い年月をかけて、 私はなんとなく人様に対して攻撃的な一面が生まれてきたような気がしますそれは馬鹿にされたくない泣いてたまるかという一心だったような感じです大切な家族を亡くして20年を超えました今は長年の夢だった新築マンションを購入し母が私の結婚資金にと貯めていてくれたお金も出してくれました 周囲の皆様のおかげで元気に暮らしております。母とも仲良くやっておりますゆくゆくは母に介護が必要になった場合看護師として娘としてできることを精一杯やろうと思っています話がそれてしまいましたが人を信用する人に心を開くということが具体的に分かりません信用していた人に裏切られたことも数知れずですでも 看護師という職業上、私の性格は致命的です。改善したいのです。そして、一生看護師として働いていきたいのです。どうか和尚様のお言葉をいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。仏教の世界に、薬師如来という仏様がいらっしゃいます。薬師如来という。 名前を聞いたことがあると思います。お薬師さんとか薬師寺とかいろいろあの薬師という名前がついたお寺とかね仏様がある。でこの薬師如来というのはどういう仏様かというと実はお釈迦様の人の心の病気をあたかもお医者さんのように その病気に対して処方箋を出し薬を出し治すお手伝いをするそのお釈迦様の持ってらっしゃった人の心の病を治していく体の病も治していくまあ、そういった薬草の知識なんかもあられたと思いますからそういった人の病を治していく。 えー、そのような力それを象徴した仏様が薬師如来ですですから薬師如来っていうのはあのお釈迦様が手に薬粒を持ってらっしゃるでそれがあのそのお姿ですね妙子さんは今看護師として、えー、体がやめる人その人たちの病気の治癒のための お手伝いをなさってるわけですねお医者さんがいてそして、えー、お医者さんは病気になられた患者さんその人の病の原因がどこにあるのかそれを見てその病に応じた薬を出していく。で病を持った人というのは当然健康な人と比べて 非常にこう気持ちもネガティブだしあるいは足を引きずったり手をこうやって抱えたりずっと泣いていたり時々こうあんまりに自分の体の体調が思うようにいかないがゆえにね少しこうヒステリックになったりわがままになったりおそらく患者さんとしてそういう姿をずっと患者さんのそういう姿を 寄り添ってこられたと思うんですもう七年も看護師をしてらっしゃれば、ね、あの私はこういう病気になりましてあのこういうところがこういうふうに痛いんですってあ,ありがとうございましたこうやって治療していただいてとかね薬いただいてありがとうございましたって帰ってくる患者さんばっかりじゃないはずです中には暴言を吐いたりいろんな人たちがいますよね妙子さんの問題は何かというと人間 は体だけが病気になるわけでなくて心もやっぱり病気になるということでこのことが分かっているようで分かってないというところにありますでこれ別に問題っていうんじゃないんですけれどもほ,ほとんどの人それわかりませんよねあの体のね特に骨折をしたとかもう 出血をすごいしてるとかってなるとああこの人は怪我をしてるんだこの人は病気なんだっていうことがパッと見てわかる目でわかるでも病気がその人の中に内在しててそれがこう表に明らかに誰の目から見てもわかるという状態じゃない場合はその人が病気だっていうことはわかりませんですからその人がね病気であるがゆえに 気分がが悪くてちょっっとととわがままのことを言ったりとか病気であるがゆえに思うように自分のこなすべき仕事ができなかったり実は聞いてみたら頭が痛かっただからこの作業をやってねって言われたのにやってなかったできなかった思うようにできなかった周りの人から見て気持ちのいいやり方ができなかったそういうことってあるわけじゃないですか。でもあ そうか、その人は実はあの時頭が痛かったんだとかお腹が痛かったんだって、ね、だから私もねその、まあ、この「一問一」答で何度も言ってるんですけれどもずっとこう格闘技の指導をしてきました自分も選手だったしそれから生徒もいて指導してきました。で まあ空手の指導をしてたわけですけれども例えば中学生ぐらいの,あの女の子ねとても真面目で一生懸命稽古する子なんですが中学に入るぐらいからあの何かね声が今まで元気に「おっす」ってちゃんと挨拶してくれたのが小さくなっちゃったりそれから技がねあのとても綺麗な上段回し蹴りとか蹴れるんですけどそれを 思いっりり蹴らなくなくたりで、まあ反抗期に入ったりいろいろ思春期なのでねいろんなことがあったりしてあ気分が乗らないのかなというふうに昔ね思ってたであのある時にその蹴りの練習をしている時にやっぱり彼女の持ってるいい蹴りをちゃんと蹴らないんですよ。それでね あのちょっと強く注下を向いてその子はずっとこう「あおすいませんでした」みたいな感じだったんです。で、後で知ったんですけどあのその子は実はそんな時期生理が始まってそして道着空手の道着って白いじゃないですかですから高く足を上げて蹴りを蹴るっていうのは生理の時なんかはあのとても怖いわけですねやっぱり。 あのもしね漏れてしまったりしたら赤いいい血がついたららすすぐかかってしまいますからだから声も当然出なくなるし体も大きく動かすのがあの怖いしであの今はねもうあのそういうことはわかりますから大体いい年頃の女の子だったらあきっと生理なんだなってわかりますけど初めて私もその指導をし始めた時は熱い思いがあるがゆえにねあのなんでこの子一生懸命やらないんだろうっていうね あのせっかくいいもの持っているのにもったいないじゃないかなって思ってあの生徒を厳しく嫉妬してしまったこともあったわけですけどもでも事情が分かればそうなんだこの子はこういう状況なんだってことが分かればね、理解できるわけですよで、まさに看護師さんとしてね今現場におられて医師の方もそうです、いろいろあのわーって子供なんか 病院に連れてこられれば何やられるんかしらと思ってね注射バリュー見たらもううわーって泣いて暴れたりする子もいると思いますでもあこの子は怖いんだっていうことが分かればねうもうチャッとあるから静かにしててよって思うけれどもそれでもねあこの子は病気なんだと今はあの薬が必要なんだとだけど怖いから泣いてるんだっていうことが分かるからただのわがままではないっていうことが分かるわけです。だから その人間のわがままとか横暴とか少しこう不機嫌な態度とかそういったものを理解できるっていうことですまあ冒頭に薬師如来の話をしましたお釈迦様が薬粒を持っていらっしゃるでお釈迦様という人は一見健康に見える私たち人間、ね、一見体も悪くない それから全然こう精神的にも特に病んでいるわけではないって私たちからしたら見える一般の人ですね。でその人の中にも病を見たのがお釈迦様です太、まあ、子さんがこれまで自分がね信頼してた人に裏切られたと。でやっぱりこうお人のことを 裏切ったつもりがなく結果として裏切られたと妙子さんが思ってるんでなく明らかにその裏切った人の中にも心の痛みがちょっとねあ裏切っちゃったなっていうような思いが残るような裏切り方をもししたんであればその人は健康ではないこれがお釈迦様の見方ですそもそも人間は病んでいるとそして妙子さんも今人のことが信用できないと自分は人に自分を委ねられないと。 心を開けないこれは実は妙子さんも心のちょっとした病にかかってるっていうことなんですね。生ままれたばかりの赤ちゃんんは人をを疑うことをしませんもしお母さんがあるいは周りの人が口に運んでくれる食べ物お母さんのおっぱいここに毒が入ってるんじゃないかって疑ったらおっぱい飲まないわけです。生まれたばかりのの赤ちゃんっていうのは 周りの人たちを全面的にに信頼すすることによっってて可愛がられ育っていきますでも赤ちゃんが心を開かず自分は周りの人たちの大人を一切信用してませんという態度とそのような思考を持っていたらおそらく赤ちゃんはそのまま死んでいってしまう確実にそうですねで実はこれは大人も一緒なんです太子さんが 人を信用できないというのは赤ちゃんがお母さんのおっぱいを拒んでる姿なんですね大人になっても人間は一人で生きていけれるわけではないんです当然自分が心を開いたそのことによって誰かが裏切ったそういうことがあると思いますそれはそうだみんな病気を多くの人は抱えてるわけですから ですからそのような心の病気どこかで小さく風邪をひいているというような状態がずっと続いている人がほとんどなわけです。ですから誰かがもし裏切ったって言った時にねあの人はこうやって裏切ったっていうよりもああの人は心がちょっと病気なんだなぁと思えばそれは。 あ病気の人結構いるなって病院に行ったらそうじゃないですか病気の人ばっかり集まってきますから、えー、こんなにたくさん病人がいるんだっていうのは病院に行くとわかりますね大きな病院に行くとで、明らかに自分よりも病のひどい人たちが集まってるでも病院のいいところは私は病気ですって本人が認識して集まってきてるんでそれでもみんなそうなので 隣でゴホ,ゴホゴホゴホ咳をしててもこの人は風邪なんだなとか分かるわけですね調子が悪いんだなとか、ね、あの病院に行くとねその病人の匂いがするじゃないですかずっとお風呂入ってない人もいるしいろんな人いますよね確かにいい匂いではないかもしれませんけどみんなそこを病人が集まってきてる場所だからということを理解しているのでじっと待ってるわけです、ね、それと同じように 太鼓さんにがね看護師として多くの病人の人たちを見てこられてるから私は是非ね妙子さんに今までこれまで妙子さんが見てこられた体にいろいろな疾患を抱えてらっしゃる人たちん病んでらっしゃる人たちっていうのを見る目のようにその目を持ってね人の目 その今度心を見てほしいと思うんです。さて、処方箋です。処方箋は太古さんが人のに対してね信頼を。 持ちたいともっと心を開きたいというそのことに対しての私からの処方箋は何かというとこれからね人を見るときにその人の体だけでなくてその人の心を見てください。ほとんどの人が何らかの形で心に小さな傷を持っていたり。 心に病を持ってたりしますであるがゆえに人を裏切なければいけないであるがゆえに人に対してガーッとすぐ切れてしまうであるがゆえに人を裏切るでも実はねみんな本当は人に助けてもらいたいと思ってるし人に認めてもらいたいと思ってるしそして 自分も人に信用されたいと思ってるし人を信用したいと思ってるんですでもほとんどの人が心の病気であるがゆえに人のことが信頼できないそして自分さえよければいいと思うそして騙されるぐらいだったら自分が人を騙してやると思うそのような思考と感情と行為を 行ってて生きているお釈迦様が嘆かれたのはそこなんですさて私がね精神論根性論として人を信用した方がいいという話を今しているわけではないんですこれはね本当に難しいことだけれどもすごいことそれはね みんな世の中の人たちどこかで信用できないんですよ人のことだから全面的に人を信用する人に出会った時に衝撃を受けますほとんどの人たちはみんな騙されたくないしね、あの周りの人はみんな詐欺師じゃないかと思ってきてるんですだけれども自分がねこの人には騙されてもいいと思えるぐらいの 自分の好きな人とか自分が大事にしたいと思う人に出会ったら自分がまず心を開いてその人のことを全面的に信頼すること仮にその人に裏切られてもこの人だったらもう裏切られてもしょうがないよその時はその人は心の病気なんだよって思える人にはから心を開いていくということもしそのことができると面白いことに世の中は変わっていくんですねそんな人に出会うとね びっくりすするんですね皆さん「えっ、ー、本当かな?」って「自分がだまされてんじゃないかな?」とかねだけれどもその人がだましてるかだましてないかっていうのは自分がよくよくその人を観察していれば分かりますその人の言葉その人の行いその人の嘘その人のごまかしよくよく目を見,らい見開いてその人を観察していれば その人間が考えていることということその心を見ていればわかると思いますああ、この人は騙すんだな私もよくそういう瞬間あります人を見ていてあ、この人はああ、私を上手にごまかそうとして騙そうとしているんだなあ,あどうするのかな、どうするのかなああ、やっぱり嘘をついたでそれだけちょっと残念だなと思うでも自分は その人がなぜ嘘をつかかかなななけければいけなかったのかなぜその人がごまかしをしなければいけなかったのかでそこを常に見るという癖をつけていると寂しい思いはしますけれども裏切られたって腹は立たないですで自分が人のことを心を開いて信用するそれは自分が騙されるということとは別なんですね。 人に接するときにはあこの人はこうだとし自分は心を開いて自分のことを開示していろいろ話すそしていろんなことをこうだこうだと言うとで結果として相手の人が自分に心を開いてくれなくてずっとねむしろ騙してやろうと思ってたっていうのであればもう分かってきますよだんだんああこの人こうなんだこうなんだなこうなんだなって言ってああ裏切ったってでもそれは裏切ったっていう恨みじゃないんです。ああその人も 結局、そういうい状況だだったんだなぁとやっぱり人に心を開いてってことができないんだなでも結果として結果として人生の中で人に小さく裏切られたりとか、ね、逆にあの自分がね誰かを結果として裏切ってしまったこともあったりとかいろいろな経験をこうやって重ねていく中で自分だけは得をして人を裏切ってもいいと思っている病気の人と。 自分は結果として病気の人にねわがまま言われたり裏切られたりというようなことがあってもいいとだけど自分の心は自分だけは健康でい,いようとやっぱり人間ですから人間のことを信頼して心を開いてそしてできるだけその人と深い関係としてねお互いがお互いを助け合って生きていくという本来の循環で生きていきたいとそういう生活をしたいと生き方をしたいと思っているとやっぱりそういう人がね だだんんん周りに集まってくるんです自分が心を開いてないのに相手は心開かないじゃないですか動物たちを見てください動物たちに自分がもし友達になりたいと思ったら自分がまず心を開いて彼らを待ってあげて受け入れてあげなかったら動物たちは寄ってきませんよね同じなんです人間も動物ですからそのためになすべきことは何かって言ったら太鼓さんが 人を見たときに、ね、看護師としてその人の病を見て共感するように会いたかったねおじいちゃんこれつらかったねとね見るようにその人の心も見てあげてほしいんですそれを病院に来られるやめる人だけでなくて健康な人にも見てあげてほしいんです健康な人たちも健康なふりをしておりますけど実は心は不健康であったりしますからほとんどでそう思って人間を見ることができる これが慈悲のです人の痛みに寄り添い何とかしてその人の苦しみを救ってあげたいそれが仏の目です私は仏様の場合はありませんって太子さんはおっしゃるかもしれませんけれども最初から仏様の人はいないんですでも自分も仏様のような目を持ちたいと思ったらそのような目を自分の心に持つ そう決めててこれを練習していくんです,、ね、そうすれば仏様のように自分もどんな人が来てもその人の心を救っていくというぐらいのつもりで人を見ていくだから仏様っていうのは人からも信頼され尊敬されるわけですねまあ今一問一答で私がこうして配信をしていますで 私も太鼓さんにお会いいしたことないけれども太子さんも自分の心の内にねずっと秘めている悩みをいろいろとこう赤裸々に話してくれるわけじゃないそれはなぜかって言ったら私のことを信頼してるからですねそれはじゃあもっと回り回ってなぜ太子さんのように僕の人が私に質問をしてくださるのかって言ったら私は自分が皆さんのことを信頼して自分のお寺も自分の名前も自分の顔も全部さらけ出して カメラの前でで喋ってるからです私が皆さんのことを信頼せずにね自分のことをあの皆さんのことを疑ってえ何か発信をしたらものすごいバッシングと批判とそういうことばっかり言ってくるんじゃないかっていう疑いを持ってたら発信しません。もちろん中にはねあのいろんなことを言ってくる人もいますしえ 坊主が何を分かったようなこと言いがってって言ってくるような本当に辛辣な言葉を浴びせてくる人もいますでもね私はそれをその人の心の病だと思って見てますから全然その、うん、それに対して腹が立つとか信頼しないとか思わないんですまず私は人間を信頼している基本的にですからこうしてカメラの前で自分のことを 顔も名前も自分の色お寺も全部さらけ出して匿名でなく話をしていますねそれに対してやはり今度妙子さんが信頼して自分の心を開示してくれたこれが人間と人間の関係なんですよ。お医者さんだから信頼するとかお坊さんだから信頼するとかね学校の先生だから信頼するとかまあもちろんそういうところもあるかもしれんけどでもそれ以上にやっぱりねこ,この人は信頼できるなってみんなそういう人を求めてますよ。 だっって、周りり信頼できない人ばっかりですかすらもし自分が人に対して信頼される人になりたいやっぱり自分が人を信頼しなければいけないいざという時に看護師としてね「はあ妙子さん助けて」って「妙子さんありがとう」って言っていただける看護師さんにもし太鼓さんがずっとそういう看護師として働いていきたいんであれば。 患者さんに対して太鼓さんがまず自分を開いていかなきゃいけないですよね同じなんです人に対して人間はたった一人で生きていけるわけじゃありません誰かとの関係を生きていますだからこそまず最初に来なければいけないのはその人に対しての人に心を開いていくということ人を信頼していくと赤ちゃんのようにそしたらいろいろといじってくる人もいますけれどもでも こんなに人を信頼して自分を信頼してくれる人やっぱり人は裏切らないんですもし裏切ったとしたらそれはその人の中に病気があるということなんですまとまりのない話になりましたがどうぞ太子さん、えー、いろいろな看護師としてね経験をなさってきてまた、えー、最愛のご家族を亡くされて人の体の痛みだけでなくて心の痛みものをあよくわかる 人だと思いますどうぞね人間と人間の関係というのはその最初において信頼するというところから始まっているこれはいくつになっても同じなんです裏切る人は病気そう思ったら病気の人多いかもしれませんけれどもその中で健康な人にもまた出会えると。 いうことです少なくとも私もそうやって人を信頼するということを疑ってかかった時期もありますけども今は幸いにして人のことを疑うっていうことを全然していませんよく考えてこの人は私を騙そうとしてるなっていうのは分かりますでもそれは人のことを信頼しないだからといって人のことを信頼しないということにはならない。ありがたいことに 私が全面的に信頼しているでそういう姿勢と態度と在り方をしているがゆえにねまた私のことを信頼している人くれる人っていうのが集まってきてそして信頼している者と信頼している者同士が一緒に生きていくそのような環境が今この福凡寺の周りにはあります。みんな誰かのことを信頼しててがっている限り 周りからも信頼されないといとうこの法則は本当に正しいですどうぞね多少裏切られることはあるかもしれませんがでもよく人を観察する体心その人の在り方、ね、それを観察していれば人を信頼するという態度を崩すことなくでもちゃんと騙されることもないという。 生きき方ができるようになりますどうぞ妙子さん是非ね今後のご自分の人生設計将来の展望お母さんも面倒を見てずっと看護師として私もやっていきたいんです、ね、素敵な看護師さんだと思います私も病気になったら妙子さんのような人にお世話になりたいと思います是非ねまず自分が人を観察することによってその人の 体と心を見ていくそしてその人間を慈しむ憐れむそのことが人から信頼され自分も人を信頼する原点であるということを忘れないで精進をしてください頑張ってください応援しています。